ります。マイクね、ここに一個あるだけなんだね。結構ね、タイムラグもあるから。そうそう。なんか小さいっぽいですね。あ、なるほど。だって、お、皆さん、今日楽しみにしてたっていう方もいて、ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうかな？声的には。大丈夫そうですか？皆さん聞こえますか？すごい今ねマイク調整もしてます。お、OK っていう感じが大丈夫そう、見受けられましたので進めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、で、今回開催の、テーマですね、アナログの力展ということで、はい、今回はですね、秋葉原で開催しております、アナログの力展ですね、そちらの開催記念ということで今回の、番組を、作らせていただいております。こちらはですね、手書きだからこその魅力に触れていただこうっていう思いで開催した原画展になっております。後ほどこのアナログの力展については先生と詳しくお話をしようと思ってますので、また後ほど先生にも伺っていきたいと思います。まあ、とは言ってもね、とうとう、一番最初に西俣先生、次に志野先生、はい、そして、鈴平先生の、展示会開催ということで、はい、とうとう順番が回ってまいりましたけれどもなんかその回ってくるのが嫌みたいな順番みたいな紹介のされ方でしたけど、ルーレットで決めたとかそういうことじゃないんですけど、はい、はい、ね、なかなかあのアナログをこうかける方が今ね少なくなってきているというのはありますので、はい、鈴平先生はねアナログやってたので白羽の矢が立ったということで、今ちょうど開催中ですので、後ほどですね、詳しくお話ししていきたいと思います。はい、ところで先生、自分でも YouTube を最近始めていたと私は知りましたがはい、はい、チャンネルを作ってなんかわからないなりに始めてみましたけども、はい、いかがですか？毎回やってみて、毎回始めるたんびに設定とかのことをテンパって忘れるので、はい、そろそろ紙にプリントアウトして手順とかを貼っておいた方がいいかなって思ってるところです。そうだね、ちょっとねパソコンの上にねこうペッて貼ってね、もう来場店もここでの配信も、うん、自分の YouTube 配信も、はい、何回やっても始まるときに尋常じゃないぐらい手汗をかくぐらい緊張しちゃうんですねもう全然慣れないんですよ。ずいぶん経ってますけど、うちの来場店はずいぶん経つんですけど、来場店の時もいつも始まる前は裏で帰りたいってお腹痛いってなってるじゃないですか。そうですね、そう、はい、でもこれはそういうものだと思って、はいはい、諦めて、はいはい、受け入れてるわけですね。はい、そうです。はい、なので今日も緊張して逃げそうなところを捕まえておきましたので皆さんよかったです、開催できて、はいはい、ではそろそろですね、ライブアートの方に行こうかなと思います。ね、本日描くキャラクターなんですけれども、そちら先生の手元が今映ってると思うんですけれども、こちらになりますね。もうちょっと見せてあげてもいいですか先生。あ、そう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 、いい感じですね。はい、はい、こちらの子はですね、先生の、オリジナル、イラストの子になるんですけれども、今回ですね、先生のちょっと横に飾ってある絵が見えると思うんですけど、今回版画で新作で出ることになった、その子の、イラストになります。名前は、ブライトネスちゃんです。ちょっと長いですけどね、名前がね、はい、ブライトネスちゃんを今日はアナログで描いていきたいと思います。で、アナログの力展にちなみまして、前回はコピックで、全部色塗りをしていただいたんですけれども、今回は、水彩で描いていただくということで、カラーインクを用いての、仕上げというところを見せていただけるということになっております。はい、じゃあ先生、はい、早速やっていきましょうか。はい、はい、
いやこれ線画を描く前にそれを決断すればよかったんですけど、うん、描きながらどうしようかって言ってたから、うん、普通の表面がすごいツルツルした紙に、はいはいはい、カラーインク塗ったらこうなんか色が伸びなくてそうですね、そう紙によっても水彩は合う合わないがあったりするんですけど、今回は先生はあのケント紙っていうやつで塗ってくださってまして、アナログの力点の多分展示されてるやつはまた違う紙で塗ってるんですけど、ちょっとまたニュアンスが違う感じで仕上がるかなと思います。でまずこう水を引いてですね、乾かないように濡らしてインクを伸ばしていくっていう作業になります。まあ、それをね見つつ眺めつつ先生には質問などに答えていっていただこうと思いますが、はい、大丈夫ですか？はい、はい、あちゃんと、もう秋葉原の方見に行ってる方もいらっしゃるみたいです。先生あ早速行ってくださってる、よかったです ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどあの木曜日ですね、今週木曜日に始まったばかりなので、まだ本当スタートしたばっかりなんですけど、もうね早速見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、ツイッターでですね、鈴平ひろに聞きたいことのハッシュタグでつぶやいていただいている方がおりますので、質問読んでいきたいと思います。じゃあこの人、鈴平ひろ先生、ファンボックスやお絵かき配信など先生の活動を見られる機会が増えて嬉しい限りです。さて質問です。以前エツのインタビュー記事でエビやカニが好きだと見ました。殻付きエビやカニの殻剥きの攻略法をご存知でしたら教えてください。いきなりこんな質問ですいませんって謝りつつも質問してます、はいはい、先生エビとカニの殻剥き、はいはい、いやまあ確かにあれがこうできないと食べるのに時間かかって途中でねこう食べるのに飽きちゃう人とか、まあなんか喋らなくて無言になるっていうのはあるあるだと思うんで、うん、でもやっぱ経験値ですよね、あれはね。やっぱ数いっぱい剥いてもらって、うん、あとはその関節のとこの区切りをちゃんと理解した上でバラしていってもらうのがいいんだと思うんですけど、そうか、関節の区切りを理解しないと、そうなかなかうまく剥けないんですね。あのこっち向きに折ると、うん、こう思った風にならないなとかっていうのあるんですよ、はいはいはい、そのパターンを頑張って習得してもらうしかないですよね、実際自分で。なるほどね。ってことはやっぱりですね、数をこなせと。そうですね、だからあのビュッフェとか行って、うんうん、カニの足山積みになってるとこ行って、はい、いっぱい剥いて修行修行修行ですね。もう できるようになると楽しいですよ。はい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 、うん、じゃあちょっとねカニとかエビはね修行が必要だということで、そうそうそう、あの皆さんビュッフェに行って、そうそう、カニエビを食い散らかして、ちゃんと食べてね、あの食べ物も同じにしないで、ね、ちゃんと、ね、剥いた分食べて、はい、剥いたら全部食べましょうということで、はいはい、ぜひお願いいたします、はいはい、最初の質問がこれっていうのがね、はい、なかなかうちらしいといえばうちらしいですけど、はい、カニって話からカニの剥き方って ね、そんなこと言ってるとね先生着々と塗り進めていくんでね、このあの水彩のにじみがブワーってなるのはあれはあの水を引いてるからあのインクが伸びていくんですね。すごいあのカラーインクって水に溶けやすいのですごくこうグラデーションというかふんわりと塗っていけるんですけど、これがねあのアナログの恐ろしいところは先生後戻りができないところですね。そうやり直し効かないんで濃い色とかね、うっかり最初から置いちゃうともう修正効かないんで、はい、薄く塗り重ねていく感じで、そうですね、やっていきたいと思ってます。先生声がだんだんちっちゃくなる。ああ、はい、作業に集中するとちょっとねそうですね、はい、はいはい、ね、なので、ちょっと皆さんにね、まあ、画像を写ってもしかしたらすごく薄いかもしれないですけど、あの薄く塗り重ねていっていただいております。はい、じゃあ続きまして、
鈴平ひろ先生、新作ブライトネス早速拝見しました。早いですね。早いですね。これはこの人は多分うちの顧客さんですね。まあそうですよね。この速さで見せてもらってるってことは、はい、間違いないです。うん、新作ブライトネス早速拝見しました。このトーンの絵柄とメタルの輝きがすごく綺麗でした。 RGB ずらしと、これ専門用語言ってくる人これすごいですね。 RGB ずらしと、はいはい、表面に反射するシルエットも秀逸でした。すごく好きです。さて質問です。白髪の子を描くときに気をつけていることがありましたら教えてください。だそうです。そうですね、白髪の子を描くときに気をつけていること、うん、ってなるとなんとなくなんですけど、白髪の子を描くときは、はい、そのちょっと近寄りがたいような、親しみやすい感じの子よりはちょっとツンとした感じの、ちょっと手が届かなさそうな感じとか、なんかちょっと体弱そうだったりとかみたいなイメージを持ちやすいんで、その辺からうんうん、特別感みたいなのを出せるように気をつけてるかなっていうのはありますね。 あとはこれはもうなんていうかしょうがないんですけど、あのやっぱ白髪だと私どうしてもルナ様っていうちょっとね皆さんに愛されてる有名なキャラがいるんで、はいはい、あのルナ様と被らないようにしたいなっていう気持ちも持ちつつ書き分けできるんですかね。なるほどですね、言っても同じ絵柄なんて一緒じゃんみたいなこともあると思うんですけどまあまあそういうのは気をつけて書いたりしてます。そうですね、はい、あんまりこうキャラに被らないようにっていうところで、はい、うん、白髪でもなんかいろんな表現ありますからね。そうですね、何色系の白髪なのかみたいなのは、そうそうそう、結構なんかブルー系で色つける人もいればピンクっぽい白髪の人とかもね、うん、いますからね。なんかね、絵描いてる人はね、なんかいろいろこう自分で探りながら描いていくといいかもしれないですね、うん、はい、そんなことを言ってたらどんどこまた進んでますけれども、はい、ね、そう、私あの話ずれるんですけど、はい、本当にあの先生が YouTube をその話戻りますか。戻ると YouTube を自分でやると思ってなくて、はい、これ仲いいからですよ。私先生とあの仲良しを自負しているので言えるんですけど、ね、はい、あのまさか本当に重い腰を上げてやるとは思わなかったので。そうですね、はい、やりたいなって言いながらやらないだろうとみんな思ってたと思うんですけど、はいはい、やっちゃいましたね。やっちゃいましたね、はい、でもまだ慣れてないですからね。そうです ね、 ね、なんかやりたいこととかありますか、 YouTube っていうか V の方で。とりあえず V の体で受肉をする準備をしているところなので、うんうんうん、それができたらちょっとゲームの配信とか、うん、あとなんだろう、雑談だけの配信みたいな、はいはい、画面が持つようになると思うので、うんうんうん、あのそういうのとか、うんうん、あとは仕事の裏作業配信みたいな画面見せれないお仕事とかのやつも、うんうん、なんか V とかなんか別の何か画面を出しながら裏で仕事してるような感じ。本当はね、だからサボり防止的な意味で配信いいかなって思ったところもあったので、うん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 、そういう風に活用していきたいなと。で、皆さんには私のサボり防止のために見張り役としてこう協力していただくみたいな感じですかね。なるほどですね、うん、すごい、あのうちのプロデューサーから質問があるんですけど、はい、先生 V になったら生出演は NG になっちゃうんですかっていう。V で出演してもいいと思うんですけど、うん、生出演はマスクがなくなったら嫌ですここ本当はずっとやりたくなかったんですけど、今はちょっとあの、ね、特殊事情により皆さんマスクをするのは当たり前になったんで、じゃあ出てもいいですよみたいな、あのね、ところなんで、はい、ね、あのマスクをしなくてもいい感じの世界に戻ったとしても、私はマスクなしでは出ませんよっていうぐらいですかねどうしよう、マスクが太陽の中になったらもう出てもらえないかもしれない生身ではちょっとあんまり、そうですね、積極的に顔出しがしたいわけではないので遠慮できると嬉しいなと思ってます。なるほどですね、
そしたら、まあ、マスクが取れる時代になってしまったら V ですか ね, もうね。そうですね、はい、切り替えていくしかないかもしれないですね、はい、じゃあ貴重ですね今ね。そうです ね, ね逆にね、はい、なんかね、じゃあこれもこういうご時世もそういう意味ではちょっとそういう意味で楽しんでいければいいかなという感じです ね,、はい、ね、もうぜひね、皆さん、ツイッターもそうですけど、ここにね、コメントもいただけば、ここからの質問とかも先生に全然投げていきますので、皆さんよかったらコメント欄にも質問とか感想とかくださいね。これ見てめちゃめちゃガン見してるんで、圧が強いな、すごいガン見してるんで、お前ら頑張って声を上げるんだみたいな感じで見てますので、はい、ぜひともいただければと思います。ね、そうアナログはね、もう今多分絵を描いてる子たちはみんなもうデジタルからスタートしてると思うので、もうこうやって描くんだね状態だと思うんですけど、うん、ね、先生は昔あれですもんね、だって同人やってた時の最初のあたりとか全部アナログでしたもんね。もうね、そうですね、指示なかった頃というか、そうですよね、あっても本当一部のお金持ちしか使えない時代みたいな感じでしたので、うん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 、そうですね、だからそう思うと逆に今からアナログやってみようよっていうのは結構ハードル高いのかもしれないですけどね。そうですね、今からあえてハードル、ね、まあハードルっていうか、うん、わかんないですよね。なんかあれなんですよね、結構画材揃えるのってお金かかったりするんですよ。そうそう、それは本当にそうで、ね、そういう意味で言うと今はデジタルで始める方が早いとも思いますし、うんうん、だと思います。今スマホでもね絵描けるのね。スマホでも絵描けるの？指で絵描く人たちいるのよ、すごいよね。すごくないですか、うん、それ指で絵描くって。そうそうそう、なんか、うん、ちょっとソフト名とかは言っていいかどうかわかんないけど、それもね、うんうん、指とかで書くのに適したお絵かきツールのアプリとかあって、わあすごい、もうたまになんか動画でこうやって書いてますみたいな動画流れてくるの見るけど、うん、すごいな、指でこれができるんだみたいな、すごいな。へえすごいですね。今ねスマホ、確かにスマホのなんかペンとかも進化して。かける人とかもねいるみたいなのが聞きますしね。すごい時代が来たもんだ。本当ですよ。本当ですよ。でも私と鈴平先生はよく昔の同人時代の話とかをたまにしますけど。インターネット老人会。いやまあまあ本当そうですよね。もうね昔は本当に。手作り便箋とかありましたもんね。そうですね昔グッズって言ったら便箋しかな、便箋とラミネート加工したパッチ、うん、みたいな時代があったんですよ。あった、あった。ラミネートして切って自分で安全ピンとかつけて出してた。もう 今もあると思うんだけど、 今の方がそれをやれる道具もすごい発達してて、うん、100均とかで買えるでしょ。100均とかで買える、うん、ラミネートの加工するのとか、なんか缶バッジ用の素材とか売ってるよね。そうなんですか、うん、全然知らなかった。百均オタクに優しいオタクに優しい、うん、本当に感じでなんかいろんなものを展開してます。あらそうなんだ、全然知らなかったです。すごい、今度覗いてみよう。結果オタクなんでずっと、うんうん、なるほどですね。でコメントで水彩って乾いたら色が乗らないのかって言ってる人もいますよね。そう意外とね、うん、水彩だと上から水落としたりとか別の色乗せたりすると違う風にまた色伸び直したりするっていうか、なんかね、うん、滲み直したりとかってこともできるんだけど、うん、コントロールするのが大変だから、うん、ちゃんとなんか分かってやってないと大変かもしれない、うんうん、そうですね、うん。結果ね、コピックも乾いちゃうと割と塗りにくかったりしますしね、うん、そうなんか乾かないように塗るから、基本的には乾かしながら塗るのは油絵とかアクリルガッシュとかみたいなやつは乾かして上から塗り重ねていったりとかもするんだけど、うんうんうん、ま、色混ぜながら塗ったり乾かしてから上から書き足していったりみたいなこともあるので、うん、とりあえ
ず水彩は基本的に乾くまでが勝負と思ってて、まあまあ別に間違いはないかな。うん、割とね、塗り進めるのは早くないと。コピックとかもスピード勝負だったりしますもんね。そうですね。ね、お銀髪がだんだん出来上がってきましたね。この影だけでこの表現するってすごいですね。美しいです。缶バッジ、確かに缶バッジ作成のやつは見たことがあるっすって言ってる人が。そうそうそう。へー、そうなんだ。すごい時代ですね。すごいですね。すごい時代です。なんか今ならもっといろいろ作れるのかもしれないって思ったりする。うん。うん。なるほどね。だからなんだ、名前出していいか分かんないけど、あの某有名な印刷サービスをしている会社さんとか最近、うん、T シャツとか、うんうん、トートバッグとか持ち込みの布を自分で印刷できるようになったみたいですよ。へー、そんなこともできちゃうんだ。そう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 、すごい自由じゃないか。そうなんですよ。わー、いいですね。なんか同人戻りたくもなるけど、ちょっともう無理かな。集中力続かない。局長のサークルを。局長、ジャンル何で出るんですか。わあ、ジャンルなんだろうな。何でも出れるんですよ、私。あ、そうなんですね。BL もいけるしね。あ、そっかそっか。ゆりもいける。幅広い。雑食。雑食。雑食系です。雑食オタク。じゃあ先生、質問来てますね。世間一般ではイカちゃんのバトルが流行ってますね。鈴平先生は FGO がお好きだと聞いておりますが、それ以外にプレイされているゲームがあれば教えてください。スマホ等問わず、うんうん、ゲーム今はそんなにやれてないんだよね。なんかね、本当 FGO だけ過労してギリギリついてってる感じで、うんうん、ここはね、なんかガチャの時だけログインしたり、まあ、ログ簿だけもらってガチャのなんか、ね、期間というか、うん、無料ガチャがやってるとか、うんうん、まあ、あとはなんかピックアップがあるとかみたいな時だけ立ち上げてやるとかみたいな感じで、うん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 、据置機は買って途中までやって止まってるゲームがいっぱいあるし、お、積んでますね。そうなんですよ、うんうん、昔ほど集中してゲームに時間を割けなくなったな、集中力がなくなったなって思うんですけど、なんか同じくですね。結構なんか何時間もやるって結構辛くなってきますよね。まだ FGO が期間イベントとかしたら、もうそこ走るだけでも手一杯ですね。あ、だからあれですよね、なんか絵描くと弾けるとか言うじゃないですか。そう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 、うんうん、先生たまにねアップして。今年の夏は本当にどうしても欲しいキャラだったから、描いたから来たをやりたくて、先に絵描いて本当に弾けたんでよかったと思って、うん、あ、それはもうジンクスそのまま良かったです、それは、うん、なるほどですね。コメントで部屋の湿度とか気温に条件とあると思いますが、どのぐらいで紙って紙が紙になってますよね、紙って乾いてしまうもんなのですか。紙の乾き度か、今ここね空調効いてるんで、そんなではないですけど、ただちょっと紙がねあんまり水吸わないタイプの紙なんで、ちょっと乾くの早いっていうか、そうですね、ちょっと早いかもしれないですね。水彩用のあのボコボコしたちょっと紙があるんですけど、それだと割ともうちょっと水分保ってくれる感じがしますね、うん、紙にもよりますね、やっぱりね、うん、あとね、先生、デジタルとアナログで使う色の傾向とか好みとかは変わったりしますかって。あとね、インクのとかでコピックとかインクとかで返した頃はやっぱなんだろうね、色を混ぜて今使ってるけど、うん、あんまり混色するより元々の瓶の色とか元々のペンの色で好きな色があると、うんうん、その色を使う感じがあったんだけど、うん、それがデジタルになるともう無限にどんな色でも使えるから自分の判断で、逆に選択肢が広くなりすぎて難しくはあるけど、うんうん、
最初に決めちゃう派ですか、それとも塗り進めながらですか。ね、本当はちゃんと先に決めた方がいいと思うんだけど、イメージラフとか線画の段階である程度は本当は考えてはいるんだけど、デジタルになってからは後でいくらでも変更が効くので、結構ノープランで始めて塗ってて気分でゴリゴリ変えちゃったりとかできるから、白髪のつもりで描き始めたけどこの子黒髪の方が似合うなと思ったら黒髪にしちゃったりとかみたいなことありますね。便利、便利ですね。アナログはねそれができないんでね、もう決め打ちでいくしかないですもんね。塗る前にちゃんときちんとシミュレーションして置かないと、なるほどね。あら今先生の作品契約して今帰ってきました。おーすごいですね、ありがとうございます。版画展に行っていただいたんですかね、ありがとうございます。あのお届けまでお待ちください、はい、こういう報告までねコメントで来ちゃうのでねなんかリアルタイムな感じがしますね、はい、ありがとうございます、ね、今ですね髪の毛がだいたい今塗り終わりそうなとこかな。そうですね、ね、うん、先生お時間的にね、はい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 、あそっち、はい、わかりました。すごい、はい、あのいつもこれせわしなく驚かせちゃうんですけど、はい、うん、あとね10分15分ぐらいで目塗れたら最高っすね。あはい、うん、わかりました。いつもね焦らせちゃうんですよ我々は本当に。そうどの作家さんが来てもみんな焦らせちゃうんで、あのだいたい時間との戦いですって言って焦らせちゃうんで、はい。はい、まあ、まあ実際ねそういうもんですよ、うん、ちょっとね締め切りをね言ってみたりとかねすぐ追い詰めちゃうんですけど、うんうん、それがお仕事ですからね。あすいませんありがとうございます。詰めさせていただきます。はい、はい、あじゃあ目にね行きましたね、うん、はい先生目塗るコツは何ですか。目塗るコツ一応なんて言ったらいいんだろうね、うん、こう水晶体とかが入ってってるわけだから、うん、なんか透明感というか奥行きっていうか中にあるっていうことを考えるといいのかなと思いますけどね、うんうん、先生デジタルで塗ってる時もそういうことを言ってましたね。なんか球体であるっていうことを意識してるって言ってましたね、うんうん、すごいですね。確かに目入ると急にねなんかこう生きてる感じが出てくるの不思議ですね。あ、うん、人形とかもそうだけどね、うん、目入れたら命が入るみたいなとこあるんで。そうなんですよ、大事な作業ですね。大事ですね。だからちょっと丁寧にねやっていかないとですね、はい、ちょっとインク、そうだねインク何使ってるかちょっと見せましょうか。こういうね、インクを使ってるんですよ。見えるかな、ね、見えてるかしら画面が画面が見えてないから分かってないですけど、そうなんですよ、このドクターマーチンっていうインクをこっち、はい、先生が書いてるところにかぶっちゃう、そうかね、こういうのを使っております。いろんな色があってね、はいはい、今日はちょっと使いたいのとぴったりの色がなかったので黒とブルーとかを混ぜたりとか黒と紫を混ぜたりとかして、中間色というかちょっと、はい、ちょっと混ぜてみて色作ったりとかね、うん、してますね。はい、そう今ねカラーインクも結構廃盤になっちゃって手に入らないのもあったりするので、ね、でも試してみると割と楽しいので、よかったらやりたいなと思っている人はぜひ参考までに。お、先生両側にある髪飾りがとても可愛いですって。はい、ありがとうございます。この子のってことだよね。そう、この子の髪飾りが可愛い、うん、2本にちょっと2つつけてますけどね、はい、はい、お、プラモデルで使うインクみたいって言ってる人がいる。プラモデルのインクってこんななのかな。でもプラモデルに使うなら多分、うん、不透明水彩じゃなんだけど、
あれだよね、下の地の色が透けなくなる効果力の高いインクだとは思うんだけどね、瓶が似てるところは、あ、瓶がね、もしかしたらメーカーさんが同じで、うん、あの水彩じゃなくてその油性とかなんかそういう感じかもしれないし、確かにわかんないけどね、あのなんていうかこう透明じゃないやつね、うん、ありますね、確かに。今からこんばんはしてる人もいる。こんばんはです。あ、なるほど。このいわゆるガンプラみたいなとかってことですかね。その今プロデューサーが検索して見せてくれました。あ、なるほど。何でも検索すると出てくる時代なんです。そうですね。すごいですわ。点が入りましたね。綺麗ですね、やっぱり。本当はもうちょっと濃い青が欲しかったんだけど、ちょっとそれに合うインクがないので、うん、無理しないで淡めの色で滲みを生かしていこうと思います。こんなやつが。そうなんですよ。それ真っ青なんですよ。あ、確かに。そうそうそう。だからちょっとでもね、色が足されると結構色変わっちゃうので、うん、で今日はね、なんかそう全然話変わるんですけど、はい、お月様がすごいさっき綺麗で、そうなんですよね、ここのビルから見える月がめちゃめちゃ絵も綺麗で、うん、まず写真撮ってさっきツイッターにアップしちゃいましたけど、そう先生ツイッターにアップしてくださったんですけど、あのめっちゃ綺麗に撮れてて、私全然撮れなかったんですよ、うまく。先生の撮り方すごい上手でした。めっちゃ窓ガラスに近づいて、うん、めちゃめちゃ拡大して撮ってます。上手。あれはね、エモい。エモいの使い方がいまいち私分かってないんですけど。雰囲気合ってますか、これ。雰囲気だから大丈夫。雰囲気だから大丈夫。うん、そうそうそう。エモいってなんか若干こうエモいっすよねみたいな使ってるんですけど、ちょっと場面場面合ってるのかちょっと謎で。多分分かって使ってる人いないと思う。ちょっとおばちゃんならでは。ちょっとドキドキしながら使って。エモいって言いたいだけだから大丈夫。そうですそうです。大丈夫。だから最近のこの言葉をね、すごく使いたがるんですけど、場面場面合ってるのが不安なんです。はい、実は。わかります。よかった。よし、じゃあ、うん、ホワイト入れていきましょうか。あ、ホワイト入りますね。はい。ハイライトはあの先生は修正ペンでね入れてくださるんですよ。そう、バキッとね白い色が入ってほしいので。おお。ついつい過去絵見てやっぱりいいなと思ってるって人がいますね、うん、過去絵を見てくださったんですね。鈴木ひろ先生の、おお、釣り四つの朝日ちゃんの原画を買われた方がいますね。あ、なるほど。朝日ちゃんの原画あんま枚数出てないんだっけ。そうですね、うん、アナログの力展でも出てたのかな、うん、原画ってそういうことか。うん、なんですかね。釣り四つのね、最初のやつは途中までアナログ線画なんですよね、うん、で途中からデジタル線画に切り替えてるんで。そっか、フルデジタルに途中からなったんですもんね。切り替えてるから貴重なんですよ。貴重ですね、はい、うん、リボンの色合いが本当に素敵です。ありがとうございます。あ、これはエモいを解説してくださったのかな。この感情が揺さぶられるって書いてある。そう、エモーショナルから来てる。エモだから。エモか。そうそう、ちょっとこれから対応していきたいと思います。エモいねっていちいち、もう多分古いです。もう古いって言われました。プロデューサーにもう古い、若者にもう古いって言われました。残念です、はい、今使い始めたところだと思う。今使い始めたところ。スタートラインに立った途端に古いって言われました。悲しいです。ツイッターのアイコンいいですね、だそうです。先生のやつかな、ツイッターのアイコン。お、うん、お、鈴平ひろ先生は女性だと初めて知った。ああ、そうですね、まだご存じない方も結構いらっしゃるみたいなんで。あらあら、はい、それは初めましてですね。初めまして。うん、そうなんです。確かにヒロっていうとね、男性かなって。そうそう、どっちでも取れる名前にしたから、うん、分かんない人がいるのはそうかなと思います。確かに確かに。絵もさ、マジマンジってわけ、死語って書いてある。マジマンジ
知ってるぞこれこれも聞いたことあるぞ、マジマジ。最近言ってなくない？うん、と思う。これプロデューサーマジマンジの死語なんですか？もういや、トーマン的なのが流行ってれば大丈夫ですか？あマンジ入ってますね、確かに。あの漫画が流行ってるうちは流行ってるかな。どうなんですか？あれマジマンジそんな使ってないんですかね。ね、でもさ、マジマンジいいですね、響きがなんか気に入りました。やめた方がいいです。本当？お、先生サインも入れてくださってますね、ありがとうございます。サイン入れる前に正面を見せるべきだ。お、こんな、あー、かわいい、素敵です。感じに素晴らしい仕上げてみました。この部屋のノリはね、カラーインクらしい表現ができたかなと。あ、そうですね、うん、そのなんか光に透けた感じっていうか、うん、かわいいですね。天使の輪っかってやつですね。はい、はい、きれいきれい。いや、乗り始めた時はいや普通にコピックにすればよかったと思ってたから、まとまってほっとしました。いや全然先生すごいです、さすが。濡れちゃうのが、お、みんなかわいいって、いいって言ってますね。水彩ゆえの美しさ素晴らしいって言ってくださってますね。ありがとうございます。みんな優しいんですよ、配信してると思うんですけどもう本当に、ね、甘やかしてくれるからすごい優しい。いいじゃないですか、うん、こうみんな甘やかしてください、どんどん白は神々しさがあっていいですね、美しいって言ってくれてますね。そうです、やっぱ白い生き物って昔からやっぱ神聖なものとかにねされやすいし。あ、そうですね、特別感ありますよね。そうですね、うん、ただ白ってね、やっぱり髪の白を生かしつつこうね、やっぱ描くのってすごく難しいと思うので。そうですね、アナログで白は表現しようと思ったら、まあ、うん、後から白塗るっていうよりは地の紙の白さを生かして塗ってた方が早いというか、うん、ポピュラーかなと思うんで、手法としては。あ、素晴らしいです、うん、ありがとうございます。目すごいって言ってます。ありがとうございます。これでいい感じににじみが出ましたね。うん、出ました出ました。これでなんか色混ぜてあるんですけど、うん、違う種類のインクの顔料がいい具合ににじみで分離してくれてて。あ、すごい、うん、それは自然になったものなんですね。そうですそうです。すごいですね、うん、狙ってこうなってほしいなと思って置いてるけど、うん、本当にその通りになるかどうかはあのちゃんとしたすごい上手い人はそれを狙ってできるんですけど。あ、なるほど、計算でできるんですね、はい、すごい狙わずしてこの美しさ素晴らしい。狙ったけど本当にその通りになってよかったってな、安心してる。今ホッとしてるところです、はい、そうです、よかったです。じゃあそれはちゃんとエモいですね無理やり使いますねバレました。はい、ありがとうございます、はい、じゃあそろそろじゃあ告知タイムに行ってみましょうかね。先生割と早めに終わらせていただいたので、ちょっと早めに告知タイムに入ろうかなと思ってます、はい、はい、じゃあまず告知1ですね、はい、はい、アナログの力展の告知になります。はい、スライドどうぞ。はい、こちらがですね、アナログ画材を用いた迫力満点の原画を直に見ることができるイベント、アナログの力展が現在開催中となっております。本日は特別にアールジネス秋葉原の会場のなんと VTR が到着しているらしいので、先生と一緒に見てみようと思います。じゃあ VTR どうぞ。おお、流れてる。私もまだ入ってないんですよね。そう、展示まだ見れてないんでね。おしゃれに編集してるじゃないの。あ、ここストップ、ストップしてすいません、急に止めさせて、一回通しで、あ、止まりましたね。ありがとうございます、止めさせてしまってすいません。あの、このメインの子ですね、はい、はい、告知ビジュアルにもなってる子なんですけれども、はい、この子が、あの画面で見るとちょっと分かんないんですけど、すごく実は大きい絵でね。そうですね、そこそこサイズ感があって、最近描かない大きさで描いたんで、うん、そうなんです、緊張しましたね。はい、先生はもう二度と描きたくないって言ってるぐらいの大きさでございます、ね、まだあの今日みたいな、あの描いていただいてるボードとかはだいたい A4 サイズなんですけど、これは A3 をはるかに超えてたので、
結構でかいですなので、いくつかちょっと忘れちゃったのでぜひ会場で見ていただきたいんですけれどもこれ実はさっきちょろっと言ったかなパールの絵の具とか使っていただいて、はい、ね、まあ正統派の何ですかねアナログ画材の塗りの技術で見せる自信がないところもありまして、なんで生で見た時に面白い感じになる表現にしたいなと思ったんで、光るパール系のキラキラした粒子が入ったインクとか絵の具とかをたくさん使って描かせてもらいました、うん、角度によって色味がだから結構違って見えるんで、そうですね、そうですね、うん、なんでできれば、まあ、会場に足を運べる方は生の絵を見ていろんな角度から見てあここ光るんだみたいなのを楽しんでもらえたらいいなと思ってます、うん、そうですね、今回はそうやって飾る機会っていうのはなかなかね、アナログこうやって配信とかで書いてはいますけど、なかなかそれを実際に見せるってことがなかなかないので、展示するってことを意識して先生がそのパール絵の具を使ってくれたりとかですね、あと中にはラインストーン入れてみたりとかしたやつも実はありますので、ぜひね近くでこれは見た方がより一層楽しめるかなと思うので、ぜひとも見てほしいですね。はい、じゃあどうぞ流してくださいそのままわがままを言ってすみませんでしたいいですね、可愛いんですよ本当に。そう、ちょっと映ってましたけど、さっきのメインのこの隣にいた青い子にはラインストーンが入ってます。今映った子ですね。いいですね、いいですね。なんかそういう企画がねあって、YouTube にアップされてるんですよね。あ、そうです、そうです、確か、そうですね。ありがとうございます。あとはね、ゲームの方のね、線画とかも飾ってますので、よかったら、ぜひとも皆さん、会場に足を運んでいただいて、見ていただければと思います。ただいまですね、秋葉原で開催中で、こちらが、次がですね、大阪も、やる予定でございます。はい、はい、なので、ぜひとも、会場情報を、ね、知りたい方は、概要欄、こちらの YouTube の概要欄に、公式のホームページの URL も載せてますので、ぜひご確認してみてください、ね、スライドに出てますけど、秋葉原と日本橋でやりますので、お近くの方はぜひ、ご覧いただければと思います。はい、じゃ続きまして、告知にですね、紙絵祭についてです。紙絵祭をお願いします、はい、こちらですね、美しすぎる絵の祭典紙絵祭が今年もスタートします。紙絵師のイラストが一堂に会する本イベントでは、まあ、レジェンドもお一人でもある鈴木ひろ先生の、もうそのレジェンド擦るのやめてほしい本当に恥ずかしいから、いつも、ね、レジェンド言うとちょっと、ね、嫌がるんですよ先生は。でもレジェンドですからね、レジェンドの一人でもある鈴木ひろ先生の版画もご覧いただけます。そうですね、今回特別にですね、会場に飾られる版画の色構成をですね、見せちゃおうかと思ってお持ちしております。でそれが実は、先生の隣にずっと飾ってあった、ブライトネスちゃんの版画になりますね。はい、でこちらがですね、ちょっと持ってきましょうね。でこちらがですね、ありがとうございます。はい、見えるかな。画面に入ってきた、もっと下、うん、こちらがですね、新作版画になるんですけれども、初めての素材を使いまして、アクリルミラー素材というものを使ってます。で何がアクリルでミラーなのかというと、アクリルとミラーが合体している絵になってまして、一番後ろにですね、ミラーがこう貼り付けられている状態になっているんですね。なので動かすとちょっと分かるかなと思うんですけど、鏡のような、鏡
輝きが見えるかな、伝わるかな、はい、ね、こういう感じで作られている特別版画になります。で、今実際飾られている版画の方はちょっとここがあまりにもちょっとミラーが強すぎて、見ている自分の顔が映っちゃうというね、恐ろしい出来事が起こってしまったので、ちょっとほら見つめている自分のアポーンとした顔が映るのでちょっと恥ずかしいじゃないですか。なのでここはちょっとインクを乗せて、よりここの輝きが出るように白インクを少し入れて、ツヤツヤっとさせている仕上がりになっています。なので、今この状態で見れるのはここだけですね、はい。で、会場はまたちょっと違った感じに見えてますので、ぜひとも見ていただければなと思います。先生、アクリルミラーいかがですか、素材。いや、また新しくいろんなことをするなと思って、はい、すごいなと思って、ありがとうございます。はい、開発しました、はい。というわけでね、こちらの版画が見られるのが神祭になっております。で、こちらはですね、スライドにも書いてあると思うんですけれども、今月秋葉原ですねで行われまして、でその後神戸でも開催されます。で今ホームページに載ってるのは、その2つだけかなになると思うんですけれども、その後も会場たくさん、やっていきますので、ぜひとも、ホームページ、あと神栄祭の、ツイッターもあります。神栄祭実行委員のツイッターがありますので、そこもよかったらチェックしてみてください。はい、で、続きまして、あ、待った、神栄祭にまだ情報があった、ちょっとまだありました、抜けてました、神栄祭ではウェブ事前予約をして来場すると、豪華神栄師4名のイラストカードをセットにしてなんとプレゼントという企画がございます。豪華プレゼントなので、ぜひ来るときはね、予約してから来るとお得ですので、予約してからぜひ来てください。はい、で続きまして告知さんですね、3つ目、はい、画集ですね。先生もう、久しぶりに出した画集ですね本当に久しぶりに出しました、はい、去年の年末で10月かに出た、はい、はい、13年ぶりなんですかね、なんですかね、なんかね、久しぶりに出た画集がありまして、前回多分YouTube でお越しいただいた時はこれの発売も兼ねてて、はいはい、ね、お越しいただいたんですけれども、はい、絶賛発売中ということで、活動25周年を祝した画集ですので、はい、先生のいろんな歴史が詰まった、一冊になってますので、ぜひですね、その先生が歩んできた軌跡をどうぞご覧いただければと思います。全国アニメショップや地区中心派にてチェックって書いてあるんですよね。地区中心派見てください、ぜひ、はい、で続きまして、告知、最後の告知ですね。はい、はい、こちらがプレゼントのお知らせですね。概要欄の、今回の YouTube のですね、概要欄の Google アンケートフォームに今回の配信の感想をぜひお送りください。抽選で鈴平ひろ先生の直筆サイン入り画集をなんと5名様にプレゼントです。わー、すごい、欲しい、はい。で概要欄はこの配信ページですでに更新されておりますか、まだ、ちょっと待って更新するよ今ね、あ、 OK、 更新されましたのではい、放送が終わったらページを更新してアクセスしてみてくださいね。 F 語や再読み込みなどが書いてありますちゃんとそこの解説も書いてある、はいはい。でその、画集ですねのプレゼントする5冊の中の1冊にまず先生にちょっとサインをいただきたいなと思っております。はい、あ、金ペンと銀ペン用意してもらって、あら素敵ですね。紫なのでどっちがいいかな。でもあれ箱押しがゴールドで入ってるんで、はい、金がいいのかなと思いまして、はい、帯下ですか。なんかでもここに入れるパターンと、うんうん、どこに入れるのがいいんだろうね。ここ、ウサギの横に入れとく。あ、ウサギも、ね、帯じゃない方がいいですけど、ここにしますね。こっちにする。ここ金生えそうですね。そうだよね、うん、ちょっと待ってて、ね、はい、抜けなくて、
今日は9月10日。はい、いいね、ゴールド。このペンも今もう売ってない。そうなんです、いいでしょう、ね、このペンもね、廃盤になっちゃったらしくて、我々が愛用していたのに、もかかわらず。どうしたらいいんだろうって。そうなんです、どうしたら、今、あの金ペン、銀ペン難民です、我々。はい。はい、お、素晴らしい、素敵ですね。はい。じゃあこれをね、あの残り4冊にも入れてプレゼントさせていただきますので、ご応募お待ちしております。はい、というわけで、そろそろですね、エンディングです先生。はい、早いです。あっという間ですね。あっという間ですね。1時間やってると本当思えないんですけど、いつも。はい、で、そろそろエンディングとなりますが、ここでお知らせがあります。さらに次の配信がもう決定しております。すごい。次の配信がですね、レポートライブ配信が決定です。パチ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 。こちらがですね、上映祭会場からなんとあの生配信をするということが決定してまして。すごいですね。すごいでしょ。でもね、局長がやるんですか。私とイヤマリじゃないですかね。あ、やっぱり、うん、まあ、その2人ならきっと面白おかしい感じでいい感じになりますよ、きっと。本当ですか。もうね、もはや、ね、楽しみにして素人同士なのでもうね、当日何が起こるかわからないから、もう事故になったらごめんねって今からもう言っておきたい気持ちです。むしろ事故るぐらいの気持ちでいきましょう。あ、そうですかね。じゃあ事故ったらみんなもう笑っちゃってください。もう本当に、あ、やっぱりな、この2人だからなって思ってやってもらえたらいいんですけど。はい、なので、そちらがですね、これね、9月23日、本当？どうしてそこ急に不安になったんですか？本当？あ、合ってる。9月23日金曜日、開催初日ですね。開催初日の、夜に配信しますので。はい、先生もよかったら見てください。はい、楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。嬉しい。はい、なんかうさんくさい通販みたいな。通販みたいな人にはね、私も思いました。ちょっとうさんくさかったです。すいません。はい。はい、というわけでですね、皆様、長い時間のご視聴本当にありがとうございました。はい、先生、今日の配信はいかがでしたでしょうか。そうですね、今日はなんか、うん、あんまり慣れない画材だったんで、緊張はしましたけど、うん、意外と途中まで仕上げてから最後の仕上げだけ見てもらったおかげで、そんなに長い時間塗ってたわけではないので、うん、あのそれほど精神的な圧迫もなく無事に終わったなっていう楽しい気持ちで終われそうです。あ、よかったです、はい、皆さんもね、なんか重要なとこでフェードアウトしてたんですか、うち。何かちょうど安定して何かが聞こえなかったみたいな。あの暗くなってた時、音声も切れちゃってたんですね。あ、そうなのね。全然私気づかずで普通に喋ってて、皆さんごめんね。何だろう、何が聞こえなかったかな。何だろう、神栄祭の神栄祭の告知かな。生配信のことなのか、画集にサイン入れてるところなのか、応募の仕方についてのところなのか、うん、ちょっと過去を遡れなくてごめんね。時間を遡れなくて、とりあえず、多分最後の方だと思うんで、神栄祭のあたりか告知、そうですね、画集のあたりかプレゼントかな。あ、タイトル告知。あ、多分神栄祭ライブ配信するって告知の部分ですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、教えていただき助かります。みんな優しいです。9月23日金曜日ですね。で、神栄祭の会場から生配信しますので、よろしくお願いします。局長とヤマリーの勇姿を見届けないといけません。いや、もう失敗しか、失敗しか見えない。本当に怖いんですけど、みんな生温かい目で見ててください。ぜひともよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、先生、なんか言い足りないことありますか？言いたいないことは、言っておきたいことありますか。みんなに伝えておきたいことは。いや、もう今日は月が綺麗なんで、せっかく晴れてるんで、こう配信終わったらみんなで月を見て、おー、素敵な、ね、終わり方だわ、はい、
あの月夜2晩酌でもねしながらね。飲みに行きます。飲み行けないっす。残念ながら。ちょっとね、まだご時世がね、はい、あれなんでね、はいはい、またね、大丈夫になったら行きましょう、はい、ぜひ ね、 ね、はい。というわけでですね、皆様長い間ありがとうございました。ありがとうございました。本日の配信は以上となります。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あと先生の YouTube チャンネルもよろしくお願いしますね。そうですね。ぜひ、はい、あの遊びに来てもらって。はい。はい、なんかね、先生方と他の先生方とコラボ配信とかもね、するってね、言ってたので、はい。また今月中にも企画してるんで。うん、はい、ぜひともまた緊張するんでしょうね。そうですね、はいはい、ド緊張の先生を見ながらみんな楽しみましょう、はいはい、ではそれでは、次の配信でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。